足利義綱は、戦国時代から安土桃山時代にかけての人物。室町幕府第十一代将軍、足利義隅の次男。第十代将軍、足利義種の養子。第十四代将軍、足利義秀の父。堺久保、平島久保と呼ばれた。一般的には、義綱の名で広く知られているが、生涯の間に数回改名している。は不詳。 以下、本文中では、原則、記事題名となっている吉綱で統一する。永正6年、足利義澄の次男として誕生した。出生に関しては、義澄と同時代の苦行である、和し高安の二水期において、義澄がハリに下校した際に生まれたとしている。阿波国主後、細川の持のもとに送られ、その日後のもとで成長する。大永7年、 桂川の戦いで、三好元長、細川晴元らと共に、兄の第十二代将軍、吉春を擁する、細川高国を打ち破って、大御国に放築し、境にいながら京都及び山城国、摂津国を実行支配した。吉綱は将軍には正式にならなかったが、朝廷から同年7月13日に、従語位した。 左馬頭に除任されており、次期将軍として約束されていたため、堺久望と呼ばれるようになる。天文元年、後見人の三好元長が、細川春元により自害に追い込まれ、自身も自殺しようとするが、春元に制止され、堺久望は崩壊する。とはいえ、この五年間の吉綱は、実質上幕生の中心にいたと考えられるという説もある。その後、阿波国へ渡り、 阿波守護、細川の持に被護された。阿波では、西高寺にまず入り、天竜寺の荘園平島荘に選って行った。阿波では三千貫の所領を得るが、天文二十二年、三好十九が、これ持ちの子、持高を暴殺した事件に激怒し、天文二十四年四月に、阿波国を去って、巣を大内氏の下へと移った。永6六年頃、三好町一らの手引きにより帰国した。 またこの頃、中部になる。永六八年、三義三人衆らによる永六の変で老いのよしてるが、暴殺され、永六九年に三人衆に、松永大治のご教書を出した。後三人衆に擁立されて、将軍となった、着死、義秀を貢献する。ついで、織田信長に擁された、足利義明との決戦を、摂津国にて用意するも、その最中に、義秀が病死し、 再度阿波国に引き上げた。天正元年10月8日、死去した。去年65。坂井久保の崩壊について、細川春元が慶長矢の家督を獲得すると、足利義春を廃して、義綱を将軍に立てようとする。三好元長に対して、義春の支持基盤の硬さから義春と和睦して、将軍として要して義綱は、 弟としてその下に統合しようと考える柳本、源氏、松井宗信、久和長政の路線対立があったと考えられる。この問題は、元町の子である三好長兄が、機内の実権を握った後も残され、四国に多くいる吉綱派の支持を引き止めるために、吉綱を庇護し続ける一方で、機内の政治的安定のために、吉輝を将軍として擁立し続ける必要がある、という、 相反した行動を取り続けることになったとされる。野市では、吉綱と岐阜湯戸で別人の扱いとなっている。木造は、京都の足利家が所持し、それを模造した像が、阿南市立阿波久保、民族資料館に所蔵、養父足利義種、上司、足利義秀の像とともに常設展示されている。吉綱は吉春より、年上とされているが、 着難扱いも兄の扱いもされずに次男とされている。これに関しては諸説がある。まず、吉原の出生が永雄8年であることは間違いなく多くの資料によって立証されている。これに対して吉綱の出生年に関しては諸説がある。吉原と同年の兄とされることもあれば、一切上の兄ともされてもおり、永雄6年生まれの説もあり、 はりの下校に関しては、高城寺の記録にもある。また、吉綱の家臣だった者の子孫の記録、吉綱の孫にあたる吉種の記録によると、吉綱は65歳で、天正元年10月8日に没死したと記録されており、この年齢を逆算すると、永生6年となる。最もっとも吉種は、吉綱死去の翌年の出生で、この記録も前者は、寛永2年に、後者は、 繁栄6年9月に記されたものであり、信頼性に関して疑問が持たれているのも事実である。このため義春が着難扱いされているのは、聖母の違いがあるためではないかとする説もある。歴代の将軍性質に迎えられた日の家の諸生たる義春に対し、義綱は足利一門で最高の価格を持つものの、足利氏の分家に過ぎないば氏を聖母とする。 義シの母の位置づけが、日野氏の上になるとは考えにくく、そこから年齢の順に関係なく、義春義ル、の序列が決まってしまったというものである。ただし、義シズ性質である、日野英春の娘は、英正2年に義シと事実上離縁しており、年代的に英春の娘が、義春聖母とは考えにくい。さらに、そもそも、義シ聖母は、アという、 お世であったという説もある。また、義春が義シの形質とされる六角氏の書出であったとしても、義綱の聖母である芝氏の方が、価格は高い。このように、青年からも、聖母の身分からも、義シの方が、はるかに着室の男子と言えるため、結局のところ、義春と義シの年齢差に関しては不明である。また、佐竹刑図によると、義春は、 今出川のため有志、義高のお意気とあり、義種の意志で、義春が将軍がさねくらいしたとも考えられる。ただし、平島久保側の資料、足利家系譜府には、実は、義綱は、十二代将軍、義住の長子なりとあり、平島家には、義春を将軍がさねくらいさせるために、高国が兄弟順を偽って重ねくらいさせた云々とある。とはいえ、 公家の和し高安が日記において、吉綱を公衆武家舎弟と記しているように、吉春を兄、吉綱を弟とするのが当時の人々の認識であった。ありがとうございます。